さんおはようございますじゃなくてこんにちは。何にも決めてないぞ。ジャイアンツと申します。よろしくお願いします。はい、なんか気の利いたことを言えと、昨日ですね、某 M さんからプレッシャーをかけて来られたんですけど、気の利いたことは一つも言えません。多分次の丹羽くんが気の利いたこと。ミシシッピを遡って見渡す限りの古墳畑、ガタガタ揺られ何日も揺られ、思い焦がれた憧れの地にたどり着いた。突き刺すような太陽の日差し、見せかえるような砂ぼこり、ロバート・ジョンソン悪魔と契約を交わした。夕映えの人並みは坂道をゆかしく染めてゆく、思い出に遊ぶ僕はいつもよりセチメタリスト。坂道を歩いてく、どういうタイミングで作るんですか皆さん。クリスマスの曲はどうですかね、12月1日ぐらいから。自分的あれなんかね、うまいことやってはりますよね、なんか夏の歌です。ちょっとこう憧れてるんですけど、七夕の歌3月に歌うのはちょっと早いですかね。まあ頑張ってまいります。夕日落ちる天の川に佇んで、君のこと思い出して、目を閉じれば確かにほら天の川に響いてる君のおる旗の音、切なくしみる僕らの距離は果てしなく遠い。いつの間にか日は暮れ落ちて、街を照らす Beautiful Moonlight。 いつも歩く駅への道、今日は君と二人歩く帰り道。 Stop、 どうかこの